俺はあとあのあれな、あのテオのヤバめない久々に見ようかな、ヤバめな忍者。あっ、ね、いじりよったよな。これほんまに本人にバレたら俺多分いてこまされるんだけど、そう、俺あの人間がする顔の中で一番嫌いな顔があって、ちょ今からそれ我慢してみんなに見せるわ。ちょっと待ってな。あの何が嫌いかというと、なんかスカイピースがなんかラップしとるアバミっていうなんかリミ、アバミリミックスみたいな曲があるんよ。でその曲の途中にテオがなんかあの生きてなんかベロ出してカッコつけるシーンがあるんだけど、グーなってんのよ。もうなんかこれやったら俺キャー言われてコメント欄あの青い文字の秒数で止められるまくるんやろなの魂胆見え見えのやつ、ちょみんな見てほしい。俺で俺その顔止めるの日本一うめえよ、全一なんよ。ちょマジでみんな見てほしい。ちょ行くよ。あ、そうか、今もうこの時点でだってもうちょっとヤバめじゃが、この忍者。ちょ行くよこあの今もじゃけど今のもちょっともう嫌いじゃけど、これあの e スポーツじゃけんな、あのちょうどいいところ止めなきゃんの。一応日本代表じゃけ、地味にここちょっと好きなんよな まだやね、これフェイクね。あそこね、騙される人多い、気をつけて。はい俺うますぎだろはいじゃないがお前、これね、これが一番嫌いな顔。うん、うますぎるな俺止めるの。これここで止めれるやつ、もう生放送で止めれる俺だけじゃけんな。これがもう苦手だなほんまに。みんな見て、居酒屋で一人遅れてきとって、こんにちは待ってたって、これで入ってきてどうする、顎殴るだろ。初対面で顎殴るってことはそれだけ嫌な顔しとるってことやけどな。反省してほしいよほんまに。